ます千葉義男と申します。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、グラッコルビナです。名古屋グランパス応援しております。よろしくお願いします。はい、そのお隣、FC 東京を応援する YouTuber でございます。背番号は586ですね。コアロンでございます。よろしくお願いします。あ、そういう字なんだ。お二人はいつから あれですか、つながりといいますか、コミュニケーション。なんか結婚するんですよ。いや初めての出会いが、はい、初めての出会い、はい、覚えてますか。初めてはどこでしたっけ。おっと、やっぱ会う回数がすごい多いので、初めてってどうだったかな。アジスタです。2018年のアジスタでの、はい、私からしたらアウェーの遠征の時にコハロンさんが、あのコハロンさんがいらっしゃるってことは知ってたんですけど、はいはい、私からそんなまだ初めてテーペーな私がコラボさせていただきたいなって、ちょっと恐れ多くて言えないなと。そんな存在じゃないでしょ。いや本当にそんな進化するのやめてもらっていいです。当時は思ってたんです。当時は今も尊敬しておりますが、でその時に試合が終わって携帯見たら、うん、ツイッターの DM にコハロンさんからコラボさせていただけませんかと言ってくださって、プロポーズの話ですかこれ。そうなんですね。DM でね、その後、うん、はい、DM でプロポーズ、はい、で外でコラボさせていただきました。そうです、ね、はい、それ以降も2、3回ぐらい、いや4、5回やってますね。はい。なんか認識が違う。そうなんですよ、このギャップはない、なんでしょうね。でも4、5回以降やっぱりあの名古屋での試合、東京での試合、こう一緒に動画撮ってっていうので、うんうん、あの、うん、そういう関係はあったと思います、ね、なるほど、はいはい。で、千葉さんなんですけれども、はい、もう一人欲しいよねっていうところで、小原さんで一応推薦なんですよね。あ、そうです、はい、そうなんですか。実は、実は、あ、なんか、え、なんかそんな意識なかった。あ、そうなんです。見させていただいたので、ありがとうございます、はい。で、まあ、直接的なつながりはないんだけれども、はい、あのちゃんと、作っていらっしゃる。ちゃんと作って、いやいや、そんな言い方して、ちょっと評価していただいて、僕は、ごめんなさい、僕の言い方は変です。ちゃんと手もない上からの、チームスクラブ系 YouTuber の動画って、ちょっとこう、これ出しちゃまずいんじゃないの系の動画とか結構出してる人って実際いるわけですよ。使っていい映像と、はい、悪い映像みたいな、ルール的なところがどうなのかっていうのもあるじゃないですか。確かにそうです、まあ、詳しくは言えないですけど。で、千葉さんの場合は、そこをきちんとわきまえて作ってらっしゃるというところで、お呼びするんだったら、あの千葉さんがいいんじゃないですかっていう話を聞いて、で今日この3人が晴れて、はい、くしくもね、あの赤青黄色とい そうキャンディーズのような天童虫、天童虫、信号なのか天童虫なのか。危ない危ない。でじゃあ実際のところ、はい、このお三方は、はい、今どういう動画を作ってらっしゃるのか、ね、というのを、はい、それぞれ流しながら、それに何かこう紐付きながらちょっとお話をしていただく。普段どういうふうな、ね、はい、スタンスでこういう JUK の動画をやってらっしゃるか、はい、千葉義男さんからいきたいと思います。はい、はい、ちゃんと作ってます。はい。もうすごい引っ張ってるんですよ。もう本当そんな言い方しないですよ。楽しく拝見させていただきます。あ、これ4月の動画ですね。まだ寒そうですね。寒かったんですよ、この日。初めて平日ライダーだったんですけど、あの今シーズン初勝利の試合ですね。あの久里選手が復帰後初ゴールを取った、うん、いや本当に寒かった。試合前の、そうです、もう4月でも試合前の5時前なんですけど、あ、6時過ぎなんですけど、もう真っ暗だったんで。いや最初これね、おはようございますって言うから早朝なのかと思って、業界の挨拶意識が高すぎ。あ、そうですね、そうなんですよ、僕あの役者とかやってるんで、どうしても入りはおはようございますになっちゃう。すいません、本当に分かったら以後気をつけます。はい、これは、はい、撮影してる方は別にいらっしゃるんですね。そうですね、撮影してる子はあの同じ役者の後輩だったりとか友達とかを毎回呼んで、はい、うん、付き合ってもらってるって形ですかね。はいはいはい。でこれよく聞くと、はい、相手の手が入るんですよ。ちょっと聞いてみましょう。FC 琉球さん6試合終わって
これ入ってのこれか撮影してるんですか。そうです、あのカメラの後ろに今三脚立てちゃってるんで、うん、後ろであのまあ、今日この日は日向くんって子なんですけど、うん、いつも溝口くんって子がいて、うん、溝口くんは基本ビール飲んでるだけなんですけど、うん、本当にあの愛の手はもう適当に入れてくれてる形ですかね。結構愛の手入れる方のテンションも高めですよね。そうですね、なんていうんですかね、みんなバカなんですよね。素晴らしい。いやいや、本当サッカーバカを集めたところですね。あ、これはちょっとまあ今回の試合には関係ないんですけどね。前回の福岡戦で勝利したのが嬉しいがばっかりに、とあることを忘れました。なんか忘れてました。これそんなにみんな静かに見るシーンって何なんだろうと思うんですか、お詫びっていうか。何よ。違うんです、佐藤久人選手が復帰後初出場したよっていうのをすっかりこの前の試合で達成したのに忘れちゃったんです。ああ、紹介し忘れてしまった。はい、であのコメントとかあるじゃないですか YouTube って、はい、でコメントで久人選手のことはなぜ触れないんですかって叱りをいただいて、いや僕も忘れていたわけじゃないんだ。いや編集はしようと思ったんですけど、なんかもう翌週謝ろう、うん、なるほど。自分の動画こうちょっと静かな雰囲気見れば恥ずかしいです。あ、恥ずかしいですよね。なかなかない。なかなかない。そうか、やっぱり YouTuber の人たちって、はい、他の人が自分の動画見てるとこって見ない。見ないですよね。もうこういうシチュエーションがそもそもない。ないです。そういうことか。いわゆるこれ公開処刑ですから。だってさ、キングギドライダーの世界中にこれ発信してる割には、はい、皆さんなんか結構昇進ですね。いや。いや絶対いる。絶対いると思いますよ。いやこれちゃんとフラグ立てておきましたんで、この日。よかったよかった。あ、この日はゴール決めたんですか。そうなんですよ。この日あの久人選手が復帰後初ゴールを決めて、あ、なるほど、当時首位だった FC 琉球さんを抑えて、うんうんうん、初勝利を挙げた試合でしたね。あ、ちなみに、はい、小春さんはこの格好でアジスタ行くらしいんですけど、はいはい、千葉さんはどうですか、着替えるんですか。あでも味の素スタジアムって、はい、飛田急から歩いて大体10分ぐらいですか。まあ10分かかんないぐらいですね。かかんないぐらいですね、はい、で多分福割も蘇我駅から10分ぐらいなんですよ。はい、で、駅から降りてこの格好で行くとざわつかれるのないですか。まあ僕それがちょっと気持ちよく感じてしまう。じゃあいいんですけど、ネジ外れちゃってる。じゃあいいんですけど、なんか僕なんか遠慮しちゃって、福田ネジアリーナ見えたらちょっと着替えようみたいなところはあるんですけどね。なるほど、そうです。僕普通、いや違う、サだったら普通このぐらい ありますけど、ただこの間山形戦かな、福田電車アリーナを行って山形戦で、山形サポート僕のこと知らない方なんですけど、はい、多分すげえ全身見られた後に、あいつメンタル強えなって、いやボソッと言われたんですよ。メンタル強えなって、だ多分メンタル強い組。いやでも僕麻痺してるから、もうというかメンタルがやられちゃってる、はい、麻痺っちゃってるやつ。いや本当に、だから僕は着替えずに福田電車より聖地に着いてから清掃に入るタイプですね。で、はい、さっきからずっと見ると思うんですけど、よくこうずーっと喋られてますね。本当にすごい。それはすごい。いやこれはあれですよね、実は本業が、僕は本業はナレーターとか声優とかもやらせていただいてるので、はい、まあ好きなことばっかり喋ってるだけなんですけどね。これって台本ないんですか。そこ僕も聞きたいですよね。台本で皆さん作ります。僕ないんですよ。まあ、僕もないです、はい、ないです全く。なんかその日あったことをそのまま伝えた方が面白いのかなとか、うん、なので台本は基本作らないで、なんで泣いてんだ俺。これ試合前ですか。これ試合後なんですけど、あ、ここですか。久人選手がゴール決めた瞬間もうちょっと18年ぶりだったので、もういろんな思いがちょっと込み上げてきてしまって、深くにも泣いてしまって、この後スタジアム DJ のガバタケンさんがお越しになって、はい、何泣いてんだと、うん、どうしたっていうところ、事情説明して、なんか収集がつかなくなったっていう。鼻が赤いですもんね。そうですね、もうな寒かったらもうガチ泣きですよ。ガチ泣きでしたね。この撮影してる時に邪魔入らないですか。邪魔、いやでも明らかに入ってきたろうなっていう方はいいんですけど、はい、なんかこうなんかたまたま通っちゃったっていう方はちょっと映りたくて映ったんじゃないんだろうなっていう時はちょっといろいろもう一回撮り直したりとか、そういったことは何回かありますよね。でも多分外ロケだとそうですよね。そうですね、はい、いや
あまり人通りもない。まあでもそういう場所を選んで撮ってそうですね。あんまり人がいないところにポジショニングを取ろうと。やっぱ空いたスペースに入っていくという。あとはモザイク処理をしますね。そうですよね。はい、モザイク処理。これ今気が付いたんですけど、これ照明当ててますよね。はい。結構お分かりですね。そう。本当だ。そうなんです、ね。これって真っ暗でしょ周り本来は。はい。本来真っ暗で虫も寄らないところです。すごい。照明ってどういうのですか。結構大きいやつですか。いや、照明は今スマートフォンとかのライトで全然あります。それでやってるんですか。はい、で多少動画の元が暗かったりしたら。ちょっと照明度を上げて編集でしてる感じですか。勉強になりますね。本当にスマホのライトでこんなにいける、うん、あ全然本当にすごいですね。なので今日この日来てくれた子と日向くんって言うんですけど、はい、日向くんと僕のスマートフォンのライトをこう両方持ってこう万歳みたいな。なるほど。上から、はい、こんな軽くなるんですね。なので本当の勝負はカメラの後ろ側にいる彼らが腕が辛いっていう。なるほど。早くはないかな。そうですね。裏側で、ね、あるわけですね。すいや、でも本当に J リーグの YouTuber の方たくさんいますけど、うん、これだけトークを長く出されてるのは多分千葉さんぐらいだと思いますよ。そうだと思います。普通持たないですもん。持たないですね。こんなにトークは。うん、でも多分それは相方がいるから喋りやすいっていうのもあるんですけどね。いやいやいや、やっぱ足が立たないと。毎回当たんないですよね、スコア予想がね。必ずするんですけど、必ず当たらないんですよ。必ず当たらないんですよ。本当に。お二方とかは予想とかしないんですか。あ、僕は必ずゲームでやりますね。ゲームですね。FIFA ってゲームで試合前にやってやるんですけど、だいたいFC 東京が負ける予想の時当たっちゃいます。最悪のパターン。嫌なやつですね。一番嫌な。一番嫌なやつだ。私は予想はしないですね。そうなんですか。はい。はい、というわけで千葉さん動画見ていただいて、大体この雰囲気で分かったと思います。はい、ありがとうございます。すみません、田内さん、ありがとうございました。で、次は、また全然違ったタイプのグラッコルビナさんの動画をはい、お願いします。と思います。ゆるいです、はい、ですって、これ、はい、自分で考えたの。そうです。そこ突っ込みます。絶対聞きたかった。絶対聞きたかった。ですって、これなんかあるんですか、オリジナルかなんかあるんですか。いや、ないんですよ。で、うん、どんどんやっていくうちに、グラッコルビナですっていう、なんかそういう感じになっちゃって、リズムになっちゃって、はい、もうそれでやっております。あとそこのレッツラゴーって、ね、これって、はい、多分あなたのお父さんぐらいのギャグだと思うんですけど、あたり前田のクラッカー世代ですね。え、これギャグなんですか。その認識がないんで、知らなかったです。私勝手に自然と言ってました。自然と、はい、自然とレッツラゴーってギャグがあるんですか。うん、ギャグというか慣用句というか、なんだろう。慣用句。気になったのはですね、はい、あなたの動画結構そのマンホールをこう動いてるんですよね。そうですよね。タモリクラブ的なやつですか。そうそうそう。これはなんか趣味ですか。こちら最近できた新コーナーでして、うん、新コーナー、新コーナー、はい、マンホールの紹介。不定期配信で。だいぶマニアックな。マニアックですかね。可愛いですよね。可愛いんですよ。遠征行くとその土地のマンホールがそれぞれ違ったり、チームのがあったりするんで。なるほどね。忘れるんですよ、最近始まったばっかりなんで、あ、紹介忘れた、取り忘れたっていうマンホールを。自分が忘れちゃってる。自分が忘れちゃう。なんで不定期と最初から言って、はい、予防これちょっと風を受け付けた方がいいですね、マイクに。風、いや、本当にそうですよね。うん、このね、豊洲田のあたりって結構風が強いじゃないですか。強いです、強いんですよ、本当に。これ橋の一番頂上ぐらいで撮ってるので、うん、結構駅からね、豊洲は距離あります。そう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 、20分ぐらい歩くので。これちなみに撮ってんのお母さん。これは今は自分で撮ってます。でも自分で撮ってる。はい、自分で撮ってますね、うん、こうやりながら。でも母と一緒に行くとき母に撮ってもらったりもします。すごいね、はい、家族ぐるみで母と二人で、はい、家族チューバーゆうちゃん。ちなみにお母様は、はい、あなたがその動画撮って出してることについて、なんかあれですか、聞きたいです。どういうふうな意見を言わせてくれるのか。気になりますね。気になりますよね。うん、昔から私の性格上やらないと気が済まないタイプっていうのも分かってるんで、うん、もうやりたいことやりなさいみたいな、ちゃんとしながらもやりたいことやりなさいっていう感じなんで、特に反対とかは全くなかったですね。じゃあ逆にあれですか、その動画を見てあなたここはこうした方がいいわよとか、はい、そういうようなアドバイスするんですか。動画は必ず見てるんですけど、うん、はい、なんか母 you
チューブが好きすぎて他の河野さんとかそういう吉尾さんとかも見てるんですけど、ええ、他の全然違う東海オンエアとか、うん、そういう人たちもめちゃくちゃ見てるんですよ。珍しいですね。珍しいですね。そうなんですよ、ね、そうなんです。東海オンエアオンエアっていう岡崎出身の、はい、あの有名な、はい、そうですそうです、はい、もう朝起きたら YouTube、 帰ってきても YouTube、 寝る前も YouTube でずっと YouTube 見てるのに、私の動画お母さんが多いっすね。おいくつ？え、でも私を遅くに産んだので63です。あ、そう、で、そんな YouTube それはすごい、たくさん見てるんですけど、他の動画は面白いこととか散々言うくせに、私のだけ何にも言わないんですよ。身内に厳しい見たよだけ、見たよ3文字の、はい、見たよ。たまにテロップミスしてるとそこだけ指摘されるあの感じが違ったよ、上司みたいな、はい、リアルな指摘が、で、森田さんの動画の特徴としてやっぱりこうスタグルを割とこう積極的に、はい、これはやっぱ戦略ですか？いや、私がもう戦略ってはなかったんですけどうん、うん、やっぱり映せるものが限られてきちゃうので、スタジアムの中とか選手の様子とかが全く映せないってなると、ね、うん、で、アウェイに行くとなかなかアウェイサポーターはホーム側のイベントに参加しづらかったりするんですよ、うん、確かに確かに、なんかホームの人しか参加できないとかあるんで、そうなると共通して映せるのがスタグルだなってなったのと、ね、私自身食べるのが大好きなのでこれだ。ちなみにこれはあれですか、はい、カメラこれ置いてる状態？これは母が撮ってます。お母さん、はい、お母さんなんですね。母が撮ってます。完全バックアップじゃないですか。バックアップですね。なんか遠征行くときね、車の運転もお母さんが。違う。違うんですよ。お母さん万能すぎません？はい、話も聞きましたけど。母と小原さんもなんか話してるので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。お母さんご挨拶、はい、家族ぐるみで。はい、家族ぐるみで。はい、そういう危ないよ。お母さん公認。はい、もう公認になっちゃって。車で行くんで、はい、なんで、そうなの？そうなんです。でも母は本当運転が嫌いなので、私が運転するんですけど、どうしても眠い時とかはちょっと変わってもらうんですけど、うんうん、それを私が運転すごいしてるみたいな風に小原さんにチクるんですよ、まあ、で、口に中に物を入れて喋、はい、るってこれかなり技術いると思うんですけど、その辺どうですやってて。あんまり気にしたことなかったんですけど、うん、はい、でも食べ過ぎちゃった時は、口に入れ過ぎちゃった時はちょっと顔芸でなんとかちょっと素材を残しつつあ、これはやばいなっていうところは後でカットしたりとかして、はい、そういう風に工夫は一応してますね。だいたい毎試合何種類ぐらいのスタグルを？あ、聞きたい。だいたい2種類、母と1うん、2種類ぐらいは食べてますね。母と半分こずつして、本当はもっと食べたいんですけど時間が足りない。一人では食べきれないから、それもお母さんが出てくる。あ、そうです、はい、半分こずつ。お母さん大活躍だ。お母さん万能だ。車運転するわ、カメラ回すわ、スタグル半分食べてくれるわ、はいはい、ね、見たよって報告もあるし、見たよ、テロップ違うよこれもお母さん？これは自分で撮ってます。はい、うん、これ母の手です。あ、お母さんの手なんだ、はい、お母さん画面に出てこないの？画面出てこないのそれ母にチクっときます。今のいい意味で、いい意味で、大丈夫、あ、大丈夫全然いい意味違いますよね。動画までフォローができない。これオフレコで本で届きます母に。お、すごい話題のリポデーじゃないですか。そうですね、はい、ワールドカップでラグビーもこれちょっと逆光が残念ですね。そうなんですよね。これでも自分じゃ気づかない。気づいてるので、もう誤光がさしておりますっていう、うん、厳しいですね。すいません、申し訳ございません。欲しいなと、ほら一生懸命。いや、そうですよね。これも難しくて、こっち側向くと後ろにめちゃくちゃ人がいるので。そうなんですよね。そういう時はもう最初処理が、そうなんですよ、モザイク祭りになっちゃうんですよ。なんでどうも大変ですもんね。そうなんですよ、人をモザイクで消すのを少なくできるかっていう場所を探しつつ撮影しているので。あ、なるほどね。どうにか、そうなんですね。これ本当あるあるですよね。これ本当あるあるですね。本当にあるあるだと思います。すげえ食う。はい、私どんだけでも食べれるんですよね。普段からめちゃくちゃ食べるので。逆にね、この J クラブ系 YouTuber でこれだけ食レポやってる人って他にいますかね。うん、いや、多分ルミナさんぐらいと思いますよ。本当ですかね。でもただ食べてるだけなんですけどね。割とその食べてるシーンに関して書き込みとかってどうですか、はい、反応は。あ、でも意外とその
例えばこの前松本山鹿線の Vlog 上げた時にからしいなりをいただいたんですけど、美味しい、はい、で、はい、からしが入ってるいなり、お稲荷さんなんですけど、松本山鹿のサポさんがえ、そんなのあるんだ、知らなかった、地元の人も知らない、知らないことがあったりとか、新しい発見につながっても、はい、なんかスタグル食べる人と全然食べずに食べる人と結構分かれてるので、なるほどなるほど、はい、でもそこをみんなスタグル食べたら、まあチームも潤うし、いいなと思ってやってるのもあるんですけど、紹介しつつ、確かにそれはありますよね、本当そうですね、食べる人でも結構同じところばっかり食べちゃう人もいるし、そうなんですよね、結構並んでたりするんで、キッチンカーとかも、人気のやつとかもそうですよね、はい、化粧品の紹介まで、これそうです、グランメイクっていう公式メイク、応援メイクがあるんですよ、女性の、なので資生堂さんがスポンサーさんにいて、 UV もカットして、あ、そうです、サンプルもらったりとか、大事です、大事です、 UV 大事です、いや本当にめちゃくちゃ被害、だからこういうね、あの女性 YouTuber もっと増えてほしいですよね、そうですね、増えてほしいです、他にいます、最近、いや最近あんまり多分いないですよね、はい、ということで、はい、皆さん動画でした、ありがとうございました、素晴らしい、素晴らしい、